組浜駅は京都府京丹後市組浜町にあるウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は T24 宮豊線の愛称区間に含まれている。特急、橋立を含むすべての定期列車が停車する。2007年3月18日の西日本旅客鉄道及び北近畿丹後鉄道のダイヤ改正までは特急の多くが当駅発着となっていたが、 以後は、豊岡駅発着となっている。2014年に、京丹後市の駅の愛称選定委員会で公募を経て決定した、愛称は、流伝説の里駅、京都府最西,西端の駅である。単式、島式の複合型2面3線のホームを持ち、列車交換や折り返しが可能な地上駅である。単式の3番乗り場側に設けられた駅舎は、1868年に、 設置され1871年まで存在した、久美浜県の県庁社外館をモチーフとした、和風建築の衣装で、メモリアルゲート久美浜の愛称が付与されている。島式の1.2番乗り場へは、古戦郷で連絡している。単鉄25駅ある、有人駅の一つだが、駅業務は民間に簡易委託されており、駅舎内には観光案内所及びカフェが設置されている、ほか、 日曜日の朝には、駅舎内で朝市を実施している。なお、早朝及び夜間は営業していない。京丹後市三浜庁舎高渉稲葉本家あたり駅から京都駅までは宮津駅経由の直通列車が設定されているが、距離は豊岡駅を経由した方が短い。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。